も皆さん、バーチャルフォックスの矢田野です。7月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか？入り始めですし、まだまだ雨が降っていることが多いみたいですが、そのうち晴天とともに暑くなってくるんでしょうね。何度も言ってますけど体調管理はしっかりとしてくださいね。体調崩すと VR できませんから。そうそう、今日はこの後コラボもするのでよければそちらも見てくださいね。さて、告知もしましたしそろそろワールド紹介といきましょうか。今回のワールドは、第17回で紹介した作者さんと同じで今回は地下世界のワールドとなっております。前回のと同じ非常にクオリティの高いワールドとなっております。早速入り口から、ここは前のワールドと同じですね。こちらが地下に行くエレベーターですね。カウントが0になると動き出します。では、早速乗ってみましょう。今回は下に向かって進んでいく光景が見れます。降りていく最中も景色を楽しむことができます。乗っている最中も楽しませてくれますね。ちなみに乗っている最中はこんな感じになってます。スカートの子は要注意かも。さて、しばらくして第6層まで行きますと眼下には地下世界が広がります。非常に美しい光景が広がっていますね。ちなみに和歌山らしいです。すごい。はい、降りた光景です。降りた先にはいくつか進めるところがあります。こういったところも進めるのも良いですよね。完全に SF の世界です。進んだ先は球体がいくつかあり、これで景色の光を変えることができます。また、こちらの103号機ですが、乗った先が建設途中のようになっておりまして、奥の方には赤く光るボタンがありまして、これを押すと開いたところに建物が出てきます。某アニメをリスペクトしたかのような演出でとてもかっこいいですよ。そうそう、ここには柵がない部分がありますが、普通に落ちます。はい、いかがだったでしょうか？この他にもさらに下に続くエレベーター、一気に地下世界に行けるショートカットなど、紹介していないところがまだまだあるのでぜひ行ってみてくださいね。では今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。